エンパイアビルダーはアメリカ合衆国のグレート・ノーザン鉄道が運行した代表的な大陸横断列車。現在もアムトラックにより運行されている長距離列車である。エンパイアビルダーはグレート・ノーザン鉄道がシカゴ・バーリントン・クインシー鉄道、スポケーン・ポートランドシアトル鉄道と提携してイリノイ州、シカゴ・ワシントン州、 シアトル・オレゴン州ポートランド間に1929年から1970年まで運行した大陸横断の代表的な旅客列車。モンタナ州のグレーシャー国立公園を経由した。1971年のアムトラック発足まではバーリントンノーザン鉄道により運行された。シカゴ・ミネソタ州セントポール間はシカゴ・バーリントンクインシー鉄道。 ワシントン州スポケーンポートランド間は、スポケーンポートランドシアトル鉄道が運行した。1947年に重厚生車両から流線が高された。ノーザンパシフィック鉄道のノースコーストリミテッド、ミルウォーキー鉄道のオリンピアン早サと競争関係にあったが、1971年のアムトラックの発足により、同社が運行を継承。 現在は毎日運行されている。ありがとうございます。